姉ちゃん、おはよう。おはよう、ブコちゃん。ふにふに。姉ちゃん、あくびなんかして。わりわり、いつもだわ、この時間はまだ夢の中だすけ。仕事ねえな、カチッとしてけさい。はあ、やっぱしわがねえ。お願い、あと5分でいいすけ、寝がへで。したら、おやすみなさい。起きろー。ほにほに、何時に早起きして、ここざまで来たのえん。あれ、ここどこ。まんだ寝ぼけてら。ここは朝一の会場だべな。テレビや雑誌でも紹介されている有名な立花岩壁の朝一。朝一。おらがちゃんとゲーグリを見てけさい。いろんな店屋が並んでるびゃな。じゃ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 、店屋がずっぱりだ。人もずっぱり、何もかもにぎわってる。目覚めた？うん、したって。くんくん、くんくん。はぁ、うまそったかまりか。あっちからもこっちからもしてら。さすが、うまぐれ。ん？なんか減った？別に。したら、何から食うかな。はい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 、と。しても、その目に。あ、そんだよね。まんまの目の挨拶は、ピツカツンとしねばな。いただきまーす。はい、よくできやした。で、違うろー。まんまの目に、クイズ。早い。したら早く問題出してけんだ。八戸漁港は全国でも上位の水揚げ量を誇るんども、一番多く水揚げされる魚介類は何であんしょ。なんだべ。ちちちセミ、ぷっぷー、カゼ、イグラ、アンビ、ウップー、カツオ、タイ、テングイ、アナゴ、エンビ、タゴ、ガンニ。ブッブー、ブッブーって。お姉ちゃん、さっきから食いたいものバリ減ってるだけだべ。へへへ、バレた？なー、やっぱし、ほにゃ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 。わりわり。ほんだ、もう姉ちゃんの答え知らねえすけな。案内もしてやね。もう、ブコちゃんたら機嫌直してけんだ。オラだけでまずはあそこの店屋さん行って、それから次に。はあ、どやしたらいがべ。困った。どこさ行けば運命まんまよ風でもらえるべ。やっぱし、ほら、プッコちゃんがいねばわがね。プッコちゃん、機嫌直してけながべかな。ふにふに、しがだねえな、あねちゃは。ああ、えがったえがった。なさ、なさ、さきとのクイズの答えもおへで。おべたい、おべたい。ふん、正解は、イガレアンした。スルメイガやアガイガなどを合わせて、水揚げの4割近くを占めてるんで。へえ、イガなの。勉強になりやんした。ありがとう、プッコちゃん。したら、今からプッコちゃんおすすめのうめえものよ食いに行くびゃ。やったー。したらば、みなさん、バイバーイ。ここ、立花岩壁も、
東日本大震災による津波の被害を受けました。しかし、みんなの力によって、震災の翌月には市内の温泉駐車場を借りて、早くも朝市を再開。明るく賑やかな朝市は、復興に向けた大きな希望の光となっています。東京から八戸までは、新幹線で3時間ちょっとです。八戸市内では、立花岩壁をはじめ、11カ所で朝市が開かれています。皆さんもぜひ遊びに来てください。